京都この美女対談、12月23日土曜日86回目になります。さあ今月のマンスリーゲスト名古和子さん、最後の形になります。ありがとうございます。ありがとうございました。初めてのラジオで4時目になりましたけど、はい、楽しかったでしょう。すごい楽しかったですね。なんか自分の過去を話すってよくない、はいはい、初恋もそうだったけど、仕事のことだし、タレントコース行ったのとか、こう走馬灯のごとく、はい、一応ね、いろいろ台本だから作っていただいてだけど、はいはいはい、で今週なんですけど、オチ的に最初にも言いましたけど、はい、世の男性諸君がこう女性にどうしたらモテるか、私を含めてどういうとこ、男性の好きなとこ、第一印象まず、いや2枚目とかそういうのもいいよ、何言っても、私こういう感じ好きなのとか。私はあのビジネス書を読まないような人が好きなんですよ。あんたなんかこの間言ってたな、車の中で。はい、何なのそのビジネス書って。あのちょっと過去、また過去の話をさせてもらうんですけど、あいいよ、すごい人生で落ち込んでる時があったんですよ、うん、あのちょっと大きめのオーディションを受けて、うん、自分で応募して、うん、落ちたんですね、うん、でも結構いいとこまで行って、はいはいはい、本当にショックだったんですよ、うん、でその当時いい感じだった人から電話かかってきてて、うん、出てなんか声が落ち込んでるけどどうしたのって言われて、いい人じゃない、ね、本当あの今はそう思えるんですけど、うん、なんかそう言われて、うん、あのその人に言ってなかったんですよ、ちょっとあの芸能っぽいことしてるってこと言ってなかったので、うん、実はあの芸能っぽいことしてて、オーディション受けていいとこまで行ったんだけどダメだったっていう話をしたら、うん、その人がそっか、話してくれてありがとうみたいな、うん、なんかそこまではいい人だったんですよ、うん、で次からなんですけど、うん、頭の中に波線グラフを思い浮かべてって言われて、うん、人生って直線グラフじゃないんだよ、波線グラフなんだよ、うん、行ったり来たりだな、そう行ったり来たりで、和子は今下のこの波のね、この下のところにいるだけだから、うん、あとは上がるだけなんだよみたいなこと言われたんですよ、うん、なんかここまで聞いたらいい話しそうに聞こえるんですけど、私いい人だよ、いや違う、俺使おうかと思っちゃって今こいちゃってたよ、人生波線グラフで、いや違うんですよ、でどうしたのそれで、ちょっと面白そうだな、いや皆さんはいい話だなって思うかもしれないんですけど、うん、いやいやスタッフから俺ら、うん、私は当時ビジネス書を読んでたんですよね、うん、でその今言われたことってその流行ってたビジネス書にそのまま書いてあったんですよ、いやいやだけど、いや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 、乙女心をね、この慰めるのにビジネス書を持ってくんなよっていうのが私の言い分なんですよ。あなたね、これ私男性から言わせてもらうと、ビジネス書を読んでたあなたが悪い。いやいやいや男はそれをいつか使おうと思って好きな子で、いやいやいや、じゃ好きな子で使わないでくださいよ、好きだったら。いやいや、あなたビジネス書を読んでなかったら感動しただろ。いや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 、それはもうあなたが若いのにビジネス書を読んだのがいけないよ。いやいやいや、だって俺今すごく感動してるよ。嘘だ、ほらうんっておじさんたち二人、いやいやいや、私ははぁって思いましたよ。で何その人とそれでもう恋愛感情とかもう嫌になっちゃったの。あもう全部一気に嫌になって、もうそれから連絡取ってないです。いやそれでもその人おじさんたちから言うと、うん、その好きだったと思うよ。いやそうです、多分いい人だったと思うんですよ。本当惜しいことをしたなっていう気持ちと同じくらい、ビジネス書で女を慰めんなよっていうのが私の中であるんですよ。やっぱり女の子死の方がいいだろ俺詩書いたりしてるけど、あそう、ああちょっと内容によりますね。いやいやだけど、うん、やっぱり単刀直入に好きだって言われる方がいいだろ。あそれは絶対そうです。いくつでも、僕あなたのこと好きでしょうがないんだけどって、はい、であなたみたいな綺麗な人だと無理だろうけどって私なんかもう若い時から言ったけど、いやそれはもう直球で言った方がいいだろう、恋愛、まあ、絶対そうなんだよ。だめね、波線グラフはこれビジネス書だけどいい言葉だぞ。いやいやいや、慰めとしては、いや違う、だからそれだったら彼が言わなくちゃいけなかったのは、はい、詩的に例えるなら、はい、人生山あり谷ありって言うだろっつって、はいはい、でダメな時あって、うん、あと上がるだけなんだよ、うん、でもあんたまだ若いんだからと、うん、何年か前だと、はい、でまだまだこれからまた明日も新しいオーディション自分で応募しなよって言われたらくっついてただろ。あくっついてました。だけどその後に、はい、まあなこういう言葉もあるんだよって、波線グラフでって、そこの一番下なんだよっていうのを比喩で言われたらそこまで思わなかっただろう。
あーそうですね、いきなりそこに来たから腹が立ったんだけど、あんたもそれ知ってるビジネス書から口説く男っていうのはあるけど、うん、結構みんなキザなこと言ったりとか、女の人でもそうだろうけど、この年になるとどっかの映画のどっかワンシーンの例えとか言ったりしてると思うよ。いやーでも、それはあの嬉しくなりません？だけどビジネス書だっていいこと言ってるじゃないそれ。俺ビジネス書って読まないから。いやいやいや、そのなんかビジネス書を使って女を口説こうとする、いや口説いてんじゃなくて、そこはあれだってね、あなたもその時落ち込んでるし、うん、本当に悔しいぐらい胸に刺さったのが分かるよ、うん、その好きでその人でなんとなく恋が始まりそうな予感があったわけだろ。はい、だからテレビドラマだったらいいこうね音が流れてこう電話でっていう感じなのになんでってなったけど、だからその人がもう少しだからうまくそれを、ああそうですね、いやそれはしょうがないよ。うん、それあったらだって言葉のマジックっていうかしょうがない形だよそれって。だけどその時は落ち込んでたし、うん、なんか自分の中でその言葉が嫌いだったんで一番。あーなるほど、うん、その波線グラフなんていう言葉が、はいはい、山あり谷ありの方が良かったってな、漫画家ことわざ的に。うん、そうですそうです、七転び八起きとか、はい、だからまた立ち上がりゃいいよみたいな、うん、頑張れよみたいな、その一言でなんとなくその人とまだ付き合いがもしかすると結婚した可能性だってあるわけだよそれ、うん、だからそれはなかったんだよそこまで好きじゃなかったんだよ。あとあーでもそうですね、相手もそれでかけてこなかったんだろ、はいはい、落ち込んで、だから両方とも何でもなかったんだよ。あだってその後会ったら、うん、はい、どうっていうので、うん、3週間後とか1月後でも電話かメール来て、うん、元気にやってるとか、うん、お茶でもしないとかなるわけだからさ、うん、だからまあまあそれはまあその人がとなかった形で、あだけどまああれだな、今年最後の形だけど、うん、女性を口説くのもそうだし、だ女性が男性にこう好きだっていうのってか愛の言葉、うん、やっぱり自分の体験から言わないといけないってことだよな。あそれですね、はい、だから好きなんだけど僕どうしてもあなたのことがっていう、うーんのことしか考えられないとか、うん、若かろうが年取ってようがさ、うん、そこになるんだと思うよ。よくわかりました。あ人の言葉を引用するんじゃなくて、あそうそうそう、あの自分の言葉で慰めてほしかったんです。私はだから本当に、うん、だけど好きじゃなかったんだよそれ以上ないっていうのは若いのに、うん、うん、そこから何か始まるので、うんうん、ビジネス書読んだでしょみたいな、うん、そこから喧嘩になったってそこから恋愛が始まる可能性もあるわけだから確かに、いやいやいやそれは、まあだけどそのビジネス書から取るなっていうのは男性諸君覚えていきましょう、うん、言葉でもやっぱり詩とか小説から取りましょうね、今年最後の形でね思うのが、女性もその方がいいでしょ。はい、うん、分かりました。最後なんですよ今年も。あそうなんですね。でまた来年って形で、はい、また遊びに来てください。はい、ぜひ。今度は違う番組の方で新年の話しましょう。あぜひ。震えながら私冬に雪男なのにこうもうやだっつって途中で生放送やめましょう。おしっこ行くって。まあそんな形で、ね、1ヶ月本当にありがとうございます。あっという間だったでしょ。あっという間でした。10分のね、うん、最後でも笑えたな、ビシレッシュで口説く男は初めて聞いたよ俺も。でもいい、うん、結論になったと思う、はい、自分の体験っていうか気持ちを伝えましょう、うん、恋をしたら、はい、まあ、来年それで皆さんね、若かろうが年取ったようが行きましょう、みんなでね、うん、一つずつね頑張ってって形で、ね、また来年もね同じ時間に、皆様方とこの時間ね、来年はちょっとねリニューアルして、うん、いきなり最初から恋愛の話をしようかなって番組的に、うん、うん、そのうちなのでね、今まで、一番高価だったプレゼントの話とか、気になりますねマンションとか話出てくると嬉しくなるんでね、そんな形ですね。また来年もねこの番組の方可愛がっていただけるとありがたいです。今月のマンスリーゲストは名護和子さんに1ヶ月来ていただいて本当に楽しかったです。また来年皆様方良い夜をと良いお年をお迎えください。また来年同じ時間にお会いいたしましょう。ゆき男の美女対談でした。皆様方良い夜をと良い私を。